ああ、普通か。あれ見たいな。なるほどね。あれ、あれどこあんの？あ、そういえばさ、なんか前やった時さ、シャンデリアみたいなさ、ギミックあったじゃん。ああ、ないよ今回は。あ、ここないのか。そういうのないんだ。そういうアップによって全然違うねん。なるほど。もう課長さん、課長さんやだわ。どうした？さっき、またか。さっきからずっとなんか やだわ課長さん。え、何課長？なんだよ、なんだよ、俺のプレイに文句あんのかよ。なるほど。あるから言ってんだよな。これやっとくか。そっか、ないんだ。なるほどね。さてと、あ、こっちに次あんじゃん。これは？はい、バールでこじ開ける以上。あ、なんか出てきた、キモ。誰だ？パラパ。ああ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 あ行くで湯気ポって言ってたよ。そうそう。声欲しい、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 マリオじゃない？あ、僕はマリオです。あ、マリオさんか。マリオさん。いや、俺行った、俺行ったけどな。どういうこと？湯気ポ行った。あ、俺スペース判定が引きずりに取られた。引きずりになったんちゃう？もう、お前もうあんたんやん。どういうこと？どういうこと？でもフルコンさんを釣ればいいってこと？あ、ってこと？フルコンさんを釣ればええやん。いや、引きずってたの？引きずってたのね。マリオさんかな。どういうことかな。フルコンさんと湯気ぽを釣ればいいってことね。フルコンさんと湯気ぽがを釣れたってこと。ああ、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 そんなことない。そんなことないから。なんなんこのゲーム。まだ、まだやわ。ちょっと、時期尚早やわ。ていうか、マリオさんの声もっと聞きたかった。確かに。そうそう。じゃあ。終わろうか終わらせましょうか。あ、これか、そのユゲポイントタスクは塩コショウ。あ、そうそうそう、どうする、ユゲポやな、ユゲポ票集めるで。あ、うん、そうしようか、うん、なんか、そういうことね。一応話は聞こう。時系団やから楽しくなってもええけど。よし、あ、よしよし。あ、じゃあそれ、あ、それでもいいっすよ。あの、なんかファンキーさんが時系団らしいんで、じゃあファンキーさんがユゲさん打ってくれてもいいですけど。おお、なるほど。なんかお好きな感じで。やめて。あ、見に見に行く、見に行く。どうどう。早打ち。早打ち。早打ち。またやられてんの？またやられてんの？ファンキー。なんでな、なんで毎回わしばっかりこうやって声かけなめんな。なんで毎回うまいね。深いや。大事深い。もうほんま、もう別にもう旦那おらへんねんから、もう万引き G 面会。万引き G 面会。マグロの切り身ぐらい、そんなもう何やわ、そんな言われたら往生すんで。え、ちょ、どっかで待ち合わせしようや、じゃあ。どこで真ん中行くわ、ほんなら真ん中行くわ。警察署に行きましょう、行きましょう、警察署に行きますみたいな感じで言ってる。署で話聞くから、署で話聞くから、奥さんね。いや、もうそう、待ってよ、もう旦那にだけは言わんといてや。なんでうまいねん。めっちゃうめえな。あ、なんだここ、これが勝負するって、どっかで見に行きたい。真ん中、真ん中はどこだ。こっちか。あー、くそ、逃す。見して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 。どこでやるんだ、どこでやるんだ。どこで見に行きたいよ。決闘見せてくれよ。決闘見せてくれよ。ちょっと離れて。あれ、押すなよ、押すなよ。ちょっと待って、ちょっとさ、そんなテンションで人を殺めるのは良くないと思うよ、僕は。怖いって。おい、ひよってんのか、ひよってんのか。おい、何逃げとんねん、お前。何を引いとんねん、お前。またファンキー、お前万引きしてる。何回やられてるやん。
奥さん家計苦しいの分かるけどね、人に迷惑かけてダメだからね。分かるけどダメよ、ダメよ。なんでマミニティの1個や2個ぐらい余分に持って帰っても誰も文句言わへんやんか。旦那さん、旦那さん呼ぶ、旦那さん呼ぶからね、旦那さん呼ぶから。旦那にだけ、旦那今旅行行ってっておれへんねん、出張行ってておれへんから。えら、お母さんかな。あ、ちょっとこっち来なよ、ちょっとこっち来よ、もうこっち来よ、仕方ない、仕方ないわ、離れろ、一旦離れろ、さ、左右、左右離れて、許さねえ、見してくれよ、見してくれよ、左右離れて、二人離れて、右の左、キングさん危ない、切っ先が、そう、あー、来た、やったまだ始まってねえだろ、お前何してんだよ、今日染めやわ、はい、湯気の反則負け、彼はまだ返しのゴングが鳴る前にファンキーに手を挙げました。反則負けです。いいですね、皆さん。富士山、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 万引きしないで、万引きしないでしょ、あんた。なんでしたよ頑張ってないよ、私。こっちで辛いよ。ちゃんと映ってるから。うん、ちゃんと束に壁幅に入れてるかな。束に入れてる、入ってたちゃう。束と束の束入ってたっけ、本当に。やったよね。やってない。やってないって言うてるでしょ。トッポとトッポとコアラのマーチと。そんなおかしいことってないだろ。ちょっと考えてみて。はよはよ、じゃあもうはい、俺のこと釣ってください。ユキを釣ってください。結局あれだろ。取ったのは押し付けたんやろ。誰や俺に入れてんの、意味不明だけやねん。俺に入れてんの誰やねん。ちょっと隣にあったから。やばい、くそすぎる。あ、もう何だねこのゲーム。これは僕でした。ひどい。いや、ほんま、ファンキー、時系団ファンキー釣るん、ほんまおもろかったわ。ほんま、開始のゴングを理解せよ。ほんま、ひどい。ひでえ。そうやって、ほんま、あれはダメだって。そうだよ。ゴングなってから切り合ってよ。ほんまや。ニケと戦ったんだぞ。お、俺がパーティーか。オッケー。誰にやろうかな。だから、あ、いる？えお疲れ。あ、おるわ。えらいこっちゃ。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。よし。富士な、こっち危険。こいつやばいから。ちょっと離れろ。おめえが言うな。危ない。おい、危ない危ない。あ、あ、大丈夫？お、フルニキが、なんかやってる。なんか助けやってますけど。あ、オッケー。長くない？何が？何これ？あー、見られちゃったな。何これ？なるほどね。どうすんのこれ。どうしよう、うん、なんでついてくるの。あ、ごめん、ちょっと俺もすっちゃうんだよ。このタスクめんどくさい。タスクか、ほんとこれめんどくさ、はいはいはい、よし、あれ、うん、そう、トランプタスクめっちゃめんどくさい、ね、俺え、ボイラーにあんねんけどな。あ、しまった、しまった、あ、まずい、ダブキルや、ダブキルや、これはダブキルの、ダブキルの館、ダブキルの館。え、いるのじゃ、ここに。やめな。え、嘘、マジで。いや、こっち来んなよ。いや、他にいない。来んなよ。いや、だからここにはいないんじゃない。あ、違うの、マジで。今、隠し、よし、これベル鳴らしに行こう。あ、行くか。これ全員、これ以外じゃない。これ4人、白いぞ。以外、確かに。よし、今だ。よし、今だ。今だ、これはもう。リン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 。トワコ。いや、これ、あいつ怪しい、あいつ怪しい。怪しいやつだ。怪しいぞ。怪しいやつ、来たぞ。どっちだっけ、ここ。怪しいやつだ、怪しいやつ、ついてくる。しかも、黙ってたからな。黙ってた、あれは怪しい。ほらほらほら。あれは何？何？お前が誰も死んでない。すみません、キップしてください。ありがとうございました。恥ずかしい。恥ずかしい。生だった。やめて。何？大根劇場ちょっと。ちょっとちょっとちょっと。ちょっとピラノ劇場こらお前。ピラノ劇場こら。やっと来た、やっと来たの。本当。え、ちょっと待って、ちょっと待って、え、今喋ってんだ、あれ課長。だから、最初は課長高い、課長が、最初はすごい優しかったんですけど、だんだん、なんか、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、黒と金、黒と金のジャージを着出すようになってから、ちょっと待って、ちょっと待って、ガルフィー、お前ガルフィーのブランド、お前ガルフィーのこと言うな、お前ガルフィーのこと悪く。ちょっと待って、誰が誰かな。これでも富士ミカワル湯気ポはピラノにできてないってことやんな。
いや、ちょっと待って、ミカルじゃない、ミカルじゃない。え、ちょっと待って。ミカルちゃん。どういうこと、どういうこと、あ、じゃあ、4人でいたからね。え、今、ミカル、ミカルって今、俺とおった？いやいや、いないいない。ほら、違うね。あれ？どういう状況だったっけ？ちょっと待って、これ、冷たい。お、冷たい。真面目に確かに。これ、行く？え、だって富士の可能性もあるからな。怖いな。あ、課長がすれ違ったでしょ？そうそうそう、だから課長が最初。あ、でも分からんのか。パーティーを付与できる人たちを、そう、パーティーを付与したわけね。うん、なるほどね。そうそう、だこれは、私が前回会ったのは、フルコンさん、ユゲポ、富士さん、その人らとその3人と、だいぶ長い間いました。で、すれ違ったのがトアポンかな。トアポン、あ、あーあれはさ、え、まあ、そうやね、最後。じゃあ、あの、その、閉じ込められた後、ミカル君の中に、だって閉じ込められたの。いや、ね、ミカルじゃなくて、フルミカル以外の、ミカルだから4人覚えがあったんやけど、最後か、じゃあ。あ、そっか。え、ミカル、ね、多分ミカル、俺がその閉じ込められた時におったんは、ミカル以外の枠番4人。あ、そっかそっか。そう、で、解放されてから、解放されてからトアポンとすれ違った。たぐらいか、課長は。逆に言うと、多分その時、その時同時にミカル、ファンキー、マリオと俺で4人で閉じ込められてた。あ、そうなの。出会ってるね、出会ってるね。はい、なので、ピラノさんは、それ以前は？そう、それ以前は、閉じ込められ以前は、ジフさん、いや、あの、変わらんと思う。このフルニキ、ユゲポ、トワコ、フジの4人にしか会ってない。じゃあこの中に絶対パーティーいるんだ。いるんだ。なるほど。そうやな。じゃあ、一応閉じ込められた時にダブキルだって言って殺さへんかったから、でもそれだけおった可能性はあるな。逆にできなかったんやろ。そうそうそう、なんでしょ。あー、なるほどね。そっかそっか。そりゃそうだよな。一人だけの可能性ある。そう、ばらけてるんだね。誰だ。まあ、じゃあ課長ではないんだ。一応確認。じゃあ課長は違うと思うな。課長はもう隠しろと思っていいんじゃないか。あそこに一人だけいたら。あ、でも、あ、トアポンが違いざまかもしれないんだ。あそこに二人おったらやるやろ。隠しろではないか。あ、そうや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 、トアポンすれ違いは。すれ違いがあるから。まあ、そうやね。そうそうそう。いや、だからこれ、絞れないな。でもまあまあ白目、まあまあまあちょっと白いと思う。あの声代わりは白い。白い白い声代わり。トアポンに入ってる。なんでや。それちょっとだけやぞ。やかましい、やかましい集団とすれ違っただけやぞ俺。確かに。行け行け行け。怖い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 。いや枠番に一人いるからな。あ、なんだお前。バンドメンバーだろ。あ、なんだ。信頼できないのか俺のこと。ああ、できねえ。できんのか。できねえ。できねえのか。バンドメンバーだろ。できるだろ。できねえ。てめえこの野郎。できねえ。できねえ。あやめで開けるだけ。なんだよ。なんだあいつ。今回は枠番のメンバーの中に一人はいる。あ、怖いわ。あれみんな枠番か、怖い。大丈夫？ドラップしようっと。俺もっと高い声劇場やりたかったわ。このマップ分からへんタスクめっちゃ多い。ねえ。あ、もうそれは分かる。うん。なんか服系ばっかだな。拭いて綺麗にする系。うんうん。なんか石炭詰めるやつ全然分からへん。何それ？見てねえ。石炭詰めるやつ。寄ってないかも。あったやつ。ボイラーあるのか。何それ？そらお前鬼やから、そらお前鬼やからタスクやらんでいいからな。まだ疑われてんの。なんかでも擬似的にやるようになってるんじゃなかったっけ？あのダック側も。擬似的に？なんか、あ、そうそう、なんかできるよね、ダックも。その、そうそう、だ、なんか本当に触れるみたいな。あ、なんか約束によってはじゃない、多分。うん。どうしよう。もうタスクはやんなきゃな。なんかみんな動いた。どうしよう。どうするべ。あいつら集団でいるな。ねえ。群れやがってよ。もう群れなきゃ何にもできねえくせによ。口悪。あ、すげえ誰も。あ。えいえ。はい、いや、ウィーウィー、じゃあもう一人やれんな。ここからやばい。来る？出れなくていいや。あ、それ待ち伏せたいな。待ち伏せで一人。この辺だって絶対誰か通るっしょ。うん。いやー、これどうにかなるかな。右の方警戒。来るか。来ねえのか。そっちにいるんだもんな。くそ、うまい具合に一人いねえか。
全然いねえな。ちょっと待ち伏せ。あ、ナイス、アンダーテイカー運んだね。それはいいね。あ、運びました。はい、あれ、どこ行った？あれ、なんか今回ダック動きづらそうだな。あれ、おっと、湯気今なんだ。湯気ぽが生贄の祭壇で生贄になっていました。湯気、生贄すげえ、殺人ミステリーじゃん、はい、捧げられたか。ボタンの前だね。そろそろ鳴らさんだなと思って行ったら死んでたって感じですね。なるほど、同じ考えだったかもしれない。あ、お、誰だ、お、ミカルか、ミカルくんか。あ、ミカルや。僕がなんだって言うんですか。いや、わかるやろ。いやいやいや、なんか僕何もやってないですよ、今回。ミカルちょっと声キリッとするから歯出すねんな。なんでですか、普段の声からキリッとしてるからですよ。ミカルくんさ、あの、はい、ずっと集団の中にいたよね。あの、マリオさん、さっきの、すれ違ったよね。音速の悪い部分とセッピーと一緒にいました。音速のいい部分がおらへん。音速のいい部分がおらへん。音速のいい部分って誰やん。全員悪いやろ。音速の悪い部分と、やばい部分と。みんな悪いな、確かに。でも、とりあえず、その、さっきと同じ4人とほとんど一緒にいたのは間違いない。マリオさんファンで、キー、セッピーとおったの？うん。ミカルくん。そうですね。なセッピーは途中からですね。とトワポンは？セッピーだけ。じゃあトワポンいたっけ？いた。いや俺えどうよ、なんかさっきいた。人いっぱいいる時には一瞬いたけど俺。一瞬いて。最後の方でなんか合流したけど、ざわざわっと合流したけど、もう本当最後の方だったから。これだってさ、ミカルよく考えてみ、さっきと同じメンツでさっき違う、なんていうの、なんかあれさっき誰も編成なかったのか。声は変わってないメンバーだったけど、今回声変わったってことは変わったでしょ、で今回だけ会った人がダックってこと。そう、そうだから我々のグループでさっきと同じメンバーで行って、さっきと違うメンバーですれ違ったんってトワコさんぐらいなん。まあフィジ君も一瞬いなかったっけ。あ、最初一緒に行ったんじゃないかな。あ、でもちょっと絞れませんね。まあ多すぎるな。まだね、まだわかんない、ね、時間も経ちすぎてるから、うん、ちょっとわからんな、まあ、すれ違ったってなんやろ、はい、ちょっとわかんないですね。トワポンいつもそうしてんな。なんだっけ、湯気ポン。すれ違った覚えがないんですけど。だってどうしたもんかね、どうしようかね。パーティーもしたいけどね、これやっぱり不利ですね。勝つ点においては、どうしようかな。とりあえずバレなさそうな。クシャーずっと動かへん。ずっと動かへんからさ。なんだよ。いやあんまりさ、その集団のとこいたくないんだよな。すれ違っちゃったな。ナイス。あ、下行ったらね、ちょっと危ないかも。あ、マジ？ピラノたちの軍団が今下の方にいる。どうしよっか。見えづらいとこ。見えづらいところ。隠さないと。あ、右おる、右、おる。何が？おいおいす。あ、そうです。それ。うん、何がバレなさそうなのよ。何が？富士山さ。ん？俺が？うん。バレなさそうなーとかって言いながら、ちょっとなんか歩いてなかった？行ってないよ。あ、いや、まあ、聞き間違いならまあいいんだけど。うん。おう。なんだ？バレなさそうな、はんにゃら、言うてすれ違ってたからさ。ハンニャルハンニャルってなんだんだ。なに、いや、あ、そうか、あれ、うん、くっそ、なんだよ、なんだよ、よし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 、あれ、終わるかと思った。タスク勝利いけるんだね。ね、いけたな。早いな。え、タスク勝利、うん、タスク勝利、タスク勝利、タスク勝利だよ。今回お前ら汚ねえわ。お前ら固まりすぎだって。いや、あの、マジ集団で言いすぎ。ああ。もうマジで着る機会がなかった。バレないように、バレないように言ってたよ、課長、俺は。
卑怯そうそう最後最後最 後, 最後あの路上尋問してたからね路上で路上で GF さん尋問してたからそうそうそうみんなでしかも しかも あの時富士山が言ったバレない場所にバレない場所には本当に隠してたから死体をそうそうそう聞かれてんじゃんと結構聞こえる範囲広いな こいつら広いこいつら本当は十和子と富士マジですぐ結託してたよいやだけど全然全然うまくいかな い, いやでもほそう本当にねめちゃくちゃ集団とばっかりあって全然キルができなかった、うん、できないだから早い最後集団で固まりながら頼むフルコンたちタスク終わらせてくれシャンデリアみたいな大量殺戮マシーンみたいなのがあったら固まらしといても あるあるあるそうやねんあそうか一気にあるねどこあんのあるけど右下やねん右下あ、あれかなるほどあそっかあんなとこ人行かへんじゃあマップ変えるマップ変えてみようよなんかいいよ